ラビットドラゴン来たー！どうも、レオンチャンネルです。ラストワン賞ゲットできたぜ。今回第一希望の念願のソフビクス仮面ライダービルドラビットドラゴンフォーム。やったー！昨日デンオソフビクスの動画出して、その後ローソンに行って、5軒ぐらい回ったんだけど、ダブルがもうなくてさ、どのお店も。なんなら前回のエグゼドとかまだあるぐらいなのに、二段系一気に減ってて、電王とか、ネガ電王とかあるにも関わらず、どの店も見事にダブルだけがなくって、もうないなぁと思ったら、この最後に行ったお店がさ、残り13個ですって、大きく書いてあって、8500円とか、それくらいで、ラストワン賞まで行けたんですけど、だいたい20個切ってくると買い占められちゃうことが多いんですけど、なんで13個なのにまだ残ってたかっていうと、はい、それ以外がドーンこんな感じで、もう色紙とタオルしかね、残ってなかったんですよ。フィギュア系とかも全滅で、もうこれとこれとこれみたいな感じで、それもあって多分、買う人がいなかったんでしょうね。まあ、ダブルのソフビックスは、ま、探して手に入れるとして、あとあれだ。この1等ミニフィギュアが1個手に入りましたので、とりあえず今回はもう全部開けるんだけど、まずはラビットドラゴン見よう。ソフビックス系といえばビルドね、先にレビューしましたけど、これ不良品でね、なぜかラビットのボトルが最初から入ってなかったんだけど、これやっぱかっこいいのよ。もちろん今回このサイズ感と同じなんだけど、ラビットドラゴンの CG 絵があって、最終回に登場したんだけど、スーツは存在しないんですよね。ただ、総動化されたりとか、多分、アーツ化もされるんじゃないかな。参考出品はされてましたけど。なので、意外と立体化恵まれてますよね。基本は、ラビットタンクの色違いなんだけど、頭部とかが専用造形になってて、勝利の法則は決まった。いいね、これをさ、うわ、かっけーかっけーこれをさ、もう、発表の時から、欲しかったわけよ。ってことで中身はいつも通りのクリア台座プラスフィギュア本体が入っておりますが、もうポージングバッチリだけど、動くところは右足首動かない、左足首のみ動いて、腕も動きませんね。でもうパーのね、このポーズ撮ってますけど、もう自立するかな。あ、バッチリってこともないか、不安定。これは台座を使おう。はい、ということで、立たせた状態のラビットドラゴン、こんな感じ。仮面ライダービルドの最終回の奇跡の合体状態、ベストマッチですよ。見た目としてはほぼラビタンで、色がゴールドとシルバーに変わってるだけなんですけど、まあ、頭部とか腕がちょっと変わったりしてますけど、それでもなんかやっぱオーラあるんだよな。最終回の存在感もあったからな。はい、全体を。これすごい不安定だな。ぐるっと見回すとこうで、僕のラビットドラゴンはいまいち自立性が悪いですね。まあでもソフビだからこういうこともあるよね。はい、全体上半身ね、ぐるっと見るとこうで、ゴールドラビットとシルバードラゴンハマってますね。てかビルドドライバー細かいな。で、左腕がクローズの形状で、ただそこもゴールドシルバーに変わっておりますし、頭部も右目がドラゴンですね。で、左目がラビット。最終回でね、まさかのサプライズ登場でしたよね。で、右手は上げてて、勝利の法則は決まったのポーズ取ってますね。色分け綺麗だな。はみでもなくって。で、ホルダー部分があって、で、左足はスプリングですね。右足の要は、タンクのリタイみたいなやつは、もう消えてるわけですよね。で、この辺がクローズの炎のマークがついてると。結構クローズ要素しっかり、パッと見はね、なさそうに見えてしっかり入ってる感じですね。で、前回のラビットタンクと比べると、頭部のサイズとかほんと同じで、同じスケール感でポーズが違ってる形ですね。右足とかこう見るとさ、全然違うもんね。左足はラビットの形状のままですね。すげえ！やった！嬉しい！嬉しい！てか僕、総動のさ、ラビットドラゴンまだ作ってないんだよな。ちょっと僕のね、体調悪い期間に発売されたやつはほとんど作ってないっていうね。ちょっとずつ気になる、全部は作れないから、ちょっとずつ気になるやつは、クローズエボルとかさ、キルバスとかさ、あの辺は作っていきたいなぁと思っております。うわ、ラビドラかっこいいわ。なんかでもこれこそ、ライダーキックポーズでもね、ライダーキックポーズのソフビックスも出ましたけど、普通のラビタンで。ライダーキックポーズでもね、いい気はしますけどね。
メタリック綺麗ということで、これが今回のラストワン賞でございました。ゴージャスさで言えば、前回のオーズプラスアンクーの方がゴージャスな感じしますけど、まあビルドもね、最近の人気作品ですし、てかもう最近ヘスライダー人気作品ばっかなんだけど、特別な形での立体化は本当嬉しいですね。ありがとうございます。あとダブルはなんとかするわ。とか久々にボトルも見てみますか。シルバーのドラゴンとゴールドのラビット、特別なカラーですよね。でちゃんとね、中身も入ってるし、ちなみにこれはボトルを刺してもラビット、ドラゴンはちゃんと言いますが、感じでサウンドはあくまでトライアルフォームで、ラビットドラゴン専用サウンドとかはなりませんね。ピン配列は普通のラビットとドラゴンと変わりませんからね。でもこのボトルカラーいいっすよね。じゃあもうざっと見ていきますが、ミニタオルはクーガーナイトイクサーですね。かっこいい。でさらにドライブ、アナザードライブかっこよかったっすね。スペクターにクローズ、そしてファイズで、色紙の前に先にミニフィギュア開けようかな。これでグランドジオが来たら奇跡ドン。あー、プトティラか。かぶったー。プトティラは前回見ましたね。残念。これでもさ、ミニフィギュアやっぱネットでも高いから、他の売ってるお店でもうちょっと探すか。じゃあ色紙いきます。色紙もね、結構出てないもんね。お、ぜ、おい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 、やった。最終決戦のカイトとコータだ。武器折って腹にグサーのね。で平行世界のバロンとガイムね。うーわ、いい。でこのスペースも、このスペースもなんかいい。お前は強いみたいなね。あー、でも舞台もね、ほんとよくって、あれはね、2回見に行ってよかった。結局あれから勝ち時のメロンのやつは発売するかなと思ってるけど、告知もなんもないですね。はい、これが前も出た兜で、そしててか外務の続編とか、さらに劇場やってほしいな。おお、映画のね、メテオナデシコフュージョンステイツでございます。ちょ、僕実はナデシコのスイッチを超前週と一緒で8000円とかで買いまして、メテオナデシコフュージョンステイツ再現できるんですよね。動画でやろうと思って。おー、すごい。今めっちゃいい感じ、めっちゃいい感じ。はい、イマジンズとナオミの飲み物ですね。イマジン4人動画でね、やろうやろうと思ってまだやってないんで、ちょっとナデシコスイッチね、またレビューしたいと思います。あ、すごいね。めっちゃいい感じじゃん。はい、カイザがど真ん中にいて、まるでイチゴライダーみたいな。で、ファイズとデルタでございます。色紙なりに前回出なかったやつがほとんどで、超ラッキーな排出でございました。でも、これいいな。これいい。ということで、ジオ一番くじ後編もなんとかラストワン賞までゲットすることができましたが、ダブルを入手できなかったりとか、グランドジオのミニフィギュアとか無敵のミニフィギュアとかまだ抜けてる部分がありますので、その辺も入手できましたらまた動画でね、紹介したいと思います。とりあえずラストワン賞、今回割とすんなり、前回は強引に20数個買ったけど、今回は割とすんなりね、入手することができてよかったと思います。ラビットドラゴンやっぱかっこいいわ。以上、ジオ一番くじ後編の動画でございました。